岡山県、苫田郡、鏡野町、周辺を紹介いたします。道の駅奥津温泉で、昼食をとりました。浦見滝、岩井滝、妖精の森、ガラス美術館、山田養蜂場、蜜蜂農園を紹介させていただきます。チャンネル登録、よろしくお願いします。道の駅、奥津温泉で昼食を食べました。それでは、岩井滝に向かいましょう。日本名水百選に選ばれている、名水岩井まで300メートル、岩井滝までは400メートルの山道を歩きます。
名水岩井は日本名水百選に選ばれています。この湧き水を飲み続けて念願の子を授かったという伝説から別名子宝の水とも呼ばれています。とても冷たい山水です。名水ですが、そのまま飲むことはおすすめしません。煮沸してから飲むことをおすすめします。この大きな岩を過ぎると、岩井滝が見えてきます。それでは、岩井滝をご堪能ください。滝の裏側から滝を見ることができます。そのため岩井滝は恨みの滝とも呼ばれます。恨みの滝ではありません。岩井滝は落下10メートル、幅が6メートルの小さな滝でした。残念ですが、妖精の森ガラス美術館は撮影できませんでした。最後に山田養蜂場、蜜蜂農園を紹介させていただきます。
ここでは本当の蜂の巣を間近で見ることができました。